オジロビタキは、スズメメヒタキカヒタキアカに分類される鳥類の一種で、ある。ヨーロッパ東部からロシア、シベリア、カムチャッカ半島までのユーラシア大陸のアカンで、繁殖し、陶器は、インドや、東南アジア方面に渡り越冬する。日本では、旅鳥、または冬鳥としてトライするが稀である。単独で観察されることが多い。日本で越冬する個体は少なく、 ほとんどがメスか若鳥である。全長約12センチメートル。オスは、上面が、肺褐色で、お葉は、黒褐色だが、外側は白い。喉は大色。胸は、開白色で、腹からおつにかけてはやや汚れた白色。メスは、上面が淡い肺褐色で、喉は単色である。ばしは死ゆうとも黒色。オジロビタキオス、新葉樹林や、紅葉樹林に、 平地から山地まで生息する。森林内の開けた場所や、明るい森林の軌道などに、枯れ葉や草ですを作り、5から6月に4から7個の卵を産む。メスだけが12から13日卵を温める。なお、日本では繁殖しない。飛翔昆虫類などの節足動物を捕食するが、キビタキ族では珍しく地上で捕食することが多い。その他、 好みも再色する。木の枝等に止まっている時に、を、よく上下に振る。地鳴きは小さい声で、じっちっち、ビティ,ティティなど。繁殖期には、チュッ、チュッ、ピッピーなどとさえずる。日本には、次のニア種がトライするとされる。ユーラシア大陸東部で繁殖。日本には、少数がトライ。ユーラシア大陸西部で繁殖。日本では、愛知県、大阪府。 鹿児島県で記録がある。ありがとうございます。